今週はメンテナンスについて詳しくお話を伺います。ご紹介いただきますのは大泉店の小島雄太郎さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速ですが、小島さん、メンテナンスと一言に言いましてもいろいろあると思うんですが、今回はどんなメンテナンスについてお話しいただけるんでしょうか。はい、今回は消耗部品のエンジンオイルやバッテリーのメンテナンスについてご紹介したいと思います。消耗部品のメンテナンスを怠ると、思わぬトラブルにつながることもありますよね。そうですね。愛車と長く付き合っていくためにも日頃のメンテナンスを欠かさず行うことが大切ですね。ということで今回は消耗部品の役割や交換のサイン、時期などについてお話しさせていただきます。はい、それではどんな部品があるのか教えていただけますか。はい、まずは皆さんもご存知だと思いますがエンジンオイルですね。エンジンオイル、私もね定期的に交換するようにしています。そうですよね。以前カフェでご紹介したと思いますがエンジンオイルはエンジンの回転やピストン運動の摩擦を軽減したり錆を防いだり冷却洗浄の作用の役割をしています。エンジンオイルを汚れたまま使用していると燃費が悪くなったりエンジンの調子が落ちてしまったりまたパワー不足を感じたりすることがあるんですよね。その通りですね。エンジンオイルの交換時期は半年に一度もしくは5000キロに一度のどちらか早い方で行うことをお勧めいたします。愛車や燃費のためにも定期的に交換するのを怠らないことが大事ですよね。そうですよね。オイル交換をする際にオイルフィルターも一緒に交換することをお勧めいたします。オイルフィルターの交換は1万キロを目安に行ってください。ご不明な点は店頭スタッフまでお問い合わせください。オイル交換の際にフィルターの交換についてもスタッフに聞いてみるのが一番ですね。そうですね。次はバッテリーですが夏の暑い時期や冬の寒い時期は特にバッテリーに負担がかかります。バッテリーの交換の時期は2年から3年ごとをお勧めしておりますが定期点検の際にバッテリーチェックをしていただき交換の目安を確認しておくと良いと思います。そうですね。バッテリーは車の様々な電装品に電気を供給する役割があると聞いていますがしっかりとそこはチェックしていただきたいですね。そうですね。エンジンのかかりが悪くなったと感じたり走行時や停止時でライトの明るさが違ったりしていたら要チェックです。ちょっとしたことでも何か気になることがあったらお店に相談するのが一番ですね。はい。それから愛車と長く付き合っていくためにも定期点検を欠かさず行っていただきたいと思います。カフェのコーナー、今週はメンテナンスについて大泉店の小島雄太郎さんにお話を伺いました。小島さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。